教えてください。この時代に何があったのかを。100年後の未来から。アイオニアが怪物ならてめえらも立派な怪物なんだよ。素性もわからない奴の言いなりになんてなれるか。今は何も考えなくてもいい。でもちゃんと立つんだ。だって前に歩くんだ。コナミ。